サーフリートウッド・ブロートン、レーノルズ・ペリューは、イギリス海軍の提督であり、バス君爵師、KCH 君爵師である。後のエクスマス、司爵エドワード・ペリューの息子で、フランス革命戦争とナポレオン戦争に従軍した。父ペリューは、海軍での自分の影響力を利用して、年長の息子二人に軍人としての地位を約束した。フリートウッドは17歳で、 初めて任務に就いたが、任務を勇ましく、大胆にこなし、父から称賛された。フリートウッドの軍歴は、フリゲート艦フェートンの指揮官として、長崎港で起こした一時的な紛争にとどめを刺す。この紛争で、日英関係がより重要なつながりを持つようになった。フリートウッドを溺愛する、父ペリューは、彼が短期間で出世できるように後押しをしたが、このため、 フリートウッドの指揮官としての任務は緻密さを欠くようになり、その後の挫折へとつながることになった。1814年にはフリートウッドに対する水兵の反乱事件が起こり、1818 18年に指揮官に復帰したにもかかわらず、その後30年間会場で指揮を任されることはなかった。少々に昇進してから、インドと中国で総司令官として任務に就いたが、 間もなく帰還で別の反乱が起こり召喚された。その後会で指揮を取ることはなく、1861年に大将の地位で死去した。サー・エドワード・ペルー、フリートウッド・ペルーは1789年12月13日に、エドワード・ペルーと妻スザンナ・フロードとの間に第4子、次男として生まれ、タイバートンのブランデルズスクールで短期間教育を受けた。 父エドワード・ペリューは、フランス革命戦争とナポレオン戦争で昇進を重ね、その影響力を利用して、フリートウッドと兄のポーノルの海軍での地位を世話した。フリートウッドは、父親の艦である74門艦インペテューズに、1799年3月、1799年、父エドワードの74砲の軍艦 HMS、インペネー州に乗り、 死官候補生として参加した。1803年、軍艦 HMS タネントに乗る。8月27日ネルソンと合流しフランス戦の略奪を行う。1804年、父が東インド地区総司令官、コマンダーイン、チーフ、イーストインディーズとなり軍艦カロデミ HMS、キャラダンに乗って、東インドに向かう。1802年に結ばれた。 アミアンの和訳が1803年に破棄され英仏の植民地への双方の攻撃が開始され、1804年のプロオーラの戦いにおいて、イギリスと中国の貿易を守るための政界権を維持するのに、東南アジア領地の確保する必要を実感したことにより、東インド地区へ重点が置かれたための人事である。1804年9月8日、エドワードは、 セプター艦 HMS テルプシコーレ上でフリートウッドを会議に任命した。1806年バタビアの襲撃に参加している。イギリスが東南アジアにおいてオランダに対しての勝利が決定的になる兆しとなった。この頃、サー・エドワードはフリートウッドをこのように書き記している。全体の中でも例えようもないほど素晴らしい青年である。皆から愛されている。 真の宝である、一軍の花であり、艦隊の花でもある。1807年10月12日、フリートウッドは父により指揮官の地位を承認され、74門艦パワフルの指揮官大事となる。1808年にはコーンウォリスを指揮した、軍艦 HMS コーンウォリスに乗り、父エドワードが主導でデンマークとイギリスが衝突を起こした情報を耳にして、 デンマークがインドに最初に公益所を設けたトランデワーの基地を敏速に襲撃。その年の7月には38門館フェートンに配属された。この年の10月、フリートウッドは長崎に闘病し、そこでオランダ人士官を何人か捕虜にして物資を要求するという事件を起こしたが短期間で蹴りがついた。日本が抵抗するのは不可能であったため物資が フェートンに届けられた。オランダが委託してアメリカ船において出島で貿易をしているという情報を聞いてか、フェートン号はアメリカ船を装い、オランダ国旗を掲げて入港している。ただし、日蘭貿易の時期と少しずれていたため、オランダが委託したアメリカ船は見つけることができなかった。またこの事件は、オランダ省官庁ドゥーフが関わっている。1808年10月には、 直任艦長に昇進し、1810年のアイズルド、フランスの侵入と1811年のジャワ侵入に立ち会った。1812年8月、フリートウッドはフェートンでイーストインディアマンの戦乱を護送しつつ帰国した。この任務でフリートウッドは5 0ニーの贈り物と東インド会社からの謝礼を受け取った。その後、フリートウッドペリューは36門艦。 イフゲニアの指揮官となって、地中海へ向かった。1813年1月に46門艦レジスタンスの指揮官となって、その年の10月の攻撃に参加し、ポルトダンソの砲台を沈まらせ、逃げ出した29隻の護送商船団を打破した。しかし1814年2月には、レジスタンスに帰国命令が出た。このため反乱が起こり、鎮圧されたものの、 何人かの水兵が死刑になり、または鞭打ちにされた。この一連の反来行為は厳密な法解釈によって無効となったが、フリートウッドの苛烈な性格により、水兵が反乱を起こしたのだと広く噂された。これがペリューの軍人生活の挫折の発端となった。1815年6月にバス勲章を受け、 引き続き地中海でレボリューショネアを1818 18年8月から1822年6月まで指揮したものの、以後は感情で指揮を取ることはなく、その後30年間は半急生活を送った。1850年代の香港ペリューはその後も昇進を受け、千人序列に応じて勲章を授与された。1836年1月にはナイトシャクとなり、 グールフィック勲章を受けた。ビクトリア女王の海軍補佐官となり、1846年11月9日には、少々に昇進した。そして1852年12月にはついに、インド及び中国艦隊最高指揮官として、指揮官復帰を果たした。この就任は波紋を呼んだ。ベリューの年齢と過去の背景、不安定な気候と、第二次英明戦争後の緊張した。 外交状況を考えると彼を就任させることが適切であるかということが疑問とともに大きな話題となった。1853年4月、ペリューは自分の旗をウィンチェスターに掲げ、1854年9月には香港沖にいた。ペリューはここで熱病と感染症が蔓延する危険な時期が過ぎるまでは乗員たちに上陸許可を出さないことに決めたとされるが、 その理由を水兵たちに知らせるのを怠った。上院は明らかに反抗的になっており、そのためペリューは上院を戦闘配置につかせた。彼らが拒否したため、下部官判で主官たちに剣を突きつけさせて脅した。水兵の何人かが負傷し、初期段階の反乱は自圧された。このことに関する知らせは、本国にはわずかにしか伝えられなかった。ザ・タイムズは、 主な記事として、この反乱を書き立て、人々の注目を引いた。この新聞は、かつてのレジスタンスの反乱のことも書いていた。ペリューは、海軍本部から正式に召喚され、二度と海で任務に就くことはなかった。1853年4月22日は中将に、1858年2月13日には、大将に昇進した。 サーフリート・トウッド・ペリューは1861年7月28日に71歳でマルセイユで死去した。1816年にサーゴ・ド・フリー・ウェブスターとレディ・ホランドの娘、ハリエット・ウェブスターと結婚し、一人娘が生まれた。1849年にハリエットが亡くなり、セシル・ドラムンド・ド・メルフォールと1851年に再婚した。 しかし1859年に離婚したペルーはフィレンツェのイギリス人用墓地に最初の妻ヘンリエットと共に埋葬された。ありがとうございます。